はい。今日は55番いきます。ビタミン A の重要性と、サツマイモカッコ1。第1弾だけです。Harvest Plus, an agricultural research organization is teaching people around the world how to grow what it calls smart crops.Harvest、えー、Plus と気になりきましたね。何のことはわかんないんで、後ろからですね、説明してますね。えー、カンマがあって、an、Agricultural、uh, Research Organization。ね、えー、っとですね。まあ リサーチはリサーチでもリサー,ーチでもいいってことですからちょっと置いてきますよ。えっ、ー、と、農業の研究、調査をする組織であるハーベストプラス。ね。まあ、ハーベスト、収穫物、プラス、なんかいいことありそうですよね。その会社名ですが、は、えー、教えてるよ。teach って4文形取るんですね。あと教えるって時はさ、誰かに何かを教えるでしょ。で、えっ、ー、と、誰に人にです。どこの人世界の人に。 How to do だだからやり方方方法育ててを教えるんだって何を育てるのかっていうところに w a t s v の形ですからこれあの関係代名詞のまとまりを作ってるよね。ないないなものとかこと Watt ってものとかことって訳すじゃん。で It が呼んでるんだって It ってもちろんハーベストプラスですよ。ハーベストプラスがスマートクロップスって呼んでる。賢い作物って呼んでいる。 ものね、賢い作物って呼んでるものの育て方を世界中の人に教えてるんだって。ね。Uh, its project in Mozambique is having surprising effects。その計画ってあるよね。ちょっとまあみんな知ってると思うけどこの it ね。このアポストロフィーあるやつこれは it is だよね。it's ってそのってやつこれ全然違うからねちょっと気をつけてよ。えー、その計画 in Mozambique モザンビークっていう国の その計画そのっていうのはね、えー、スマートクロップを育てるようにさせていくっていうことですけどもねその計画はカービング何かをね持っているんですよサプライズインエフェクトビックリするようなエフェクツ効果を、えー、持っているんですもたらしているんですで具体例がきますね2600年違った2600年って未来だね2006年にハーベストプラスワー e r s ハ、えーベストプラスの、えー、従業員職員はプロバイデ提供したこれ与えるとですねで与えるっていうのはとにかくさっきのティーチと同じで誰かに何かをあげるって意味なんですねでこれもそうなんですが一応プロバイドの語法でねプロバイドってくると A with B っていうのはねなんか聞いたことあるんじゃないですかね A に B を与えるってやつね A っていう人に B っていうものをあげるってやつ でこれね他にもあってプロバイド B4A ねえー、A に B をあげるでもう一個 B2A っていうのがあるんですよでここではこの一番下の B2A が使われていますでえー、っと B っていうものをオレンジスイートポテトプランツってやつねえー、っとオレンジ色の、えー、さつまいもスイートポテトポテトただのポテトじゃがいもってさ 甘くはないじゃんあんまり、ねえー、サツマイモ甘い甘でしょなんでこれスイートポテトねあのお菓子のスイートポテトじゃないですよのプランツこれ苗ねえー、オレンジ色のスイえっ、ー、とさつまいもの苗を誰にこのトゥーね,これねトゥーピーポあそっかこれ「O」って書くよりそういう意味じゃ「B」って書いた方が分かるよねここが B で「B」でこっちがいいですよえー、人に、えー、提供したんです どんな人かって言ったら二十四の村ですどこのモザンビークの二十四の村の人たちにオレンジ色のさつまいもの苗を提供しましたで The workers そのってもちろんさっきのハーベストプラスの職員のことですよ、えー、はお来ましたティーチの過去形ー、ね、ー誰かに何かを教えるんですよ、えー、これらの人たちこれらの人もちろん二十四の村にいる人,人ですね に、えー、っと人に育て方、その植物の育て方を教えました。そうだね。苗だけ渡してはい。終わりだったらね。なんかうまくいかなくて終わってしまうかもしれませんが、育て方も教えてあげました。で、それからで4層この前また来たね。代名詞なんですか？これだワーカーね。ドアケルト。えーっとそのハーベスプラスの職員はまた説明したよ。何をインポーラ。 大切さ何の大切さをねこれえー、とバイタミンねビタミン A の大切さを押してたんですよえー、と何にとってビタミン A が大切なのか大切っつったらさ何のためにって思うじゃんそれを表す時はインポータンストゥーって来るって決まってるんですよなんかフォーって書きたくなっちゃうけどトゥーなんですよでトゥーが前置詞なんでトゥー不定詞じゃなくてこれね名詞の形を取らなきゃいけないんですよこの形ねいい えーとビタミン A の大切さを、ね、大切さっていうのは健康を維持することにとってビタミン A の、えー、重要性を解いたってことになるわけですよお分かりになったでしょうかはいではそのまま続いてですね第二段落いっちゃいましょう、えー、これで失敗すると悲しいねはいフーマーズインモザンビークモザンビークの農家の人たちは Had been planting w a t e and yellow sweet potatoes The orange ね、ちょっとなんか全部オレンジで塗ってるんだけどここねえ過去完了形っていうところちょっと注意しましょうかね時間が流れててここ今だとするじゃんこの話2006年の話なんでね2006年でしょで、ね、それまでずっとね、えー、この白と黄色のじゃがいもを育ってきたんですよじゃがいもじゃなかった、えー、とさつまいもを育ってきたんですね 今よりも前の2006年という時点までずっとこれ過去完了形のイメージですよ。ねえワイランイエロー・スイー・ポレロズを育ててきた。でそれは not the orange c a l o r e n ねハイフンでつないでありますけどもオレンジ色のワンズこれスイート・ポレロズではないってわけだから新しいのが来たわけですねじゃあ白と黄色って何よで説明があります。でワイランニ・イエロー・ポレロズはは very l i t vitamin A これね アと,とかの監視がついてないリトルっていうのは純否定語でほとんど何々ないねほとんど何々ないそんな意味じゃんだからあのビタミン A がほとんど入っていないんだってわけですよしかもベリーってこれ強調してるしさ全然入ってないほぼ入ってないに等しいぐらいのことを言ってるわけですだけども起きた我らがオレンジ色の さつまいも日本のはどっちだろう <laughs> ねえー、っと orange たった一個のたったとは書いてないか一個の小さいオレンジ色のさつまいもが持ってるよ何持ってるのあっフルデイズサプライ一日のね丸一日のフルっていうのはね全部だから丸一日のえー、っと供給を持っているビタミン A のなんかこれ一個で一日分みたいなね ヘッドクホです。みたいな、そんな感じで、なわけですね。で、次、アラックバイラミネ A。あ、このラックね。グッドワック。ね。えー、これはラック。二つんですよ。こちらラックね。これ、欠乏とか不足ないって意味です。アラックバイラミネ A。ビタミン A 不足は、dangerous。危険です。ね。どうなっちゃうのかな ?without enough vitaminA。十分なビタミン A がないと、よ これあなたの顔とかじゃないですよ直面する顔を向けるだけですよ何にアンインクリスチュリスクね上昇するリスクに顔を向けることになるよどういうリスクかっていうと後ろから説明があるねでこれね2つのことがあるんですねオブ1つ目「ING」「か、ING」ね緑で名詞ってこう書いてるこいつとこいつねでオブが後ろの方はこの「 これ省略されているわけですよここねえ e、ー、と、ゲレ n g a serious d 深刻な病気になっちゃうリスクかもっとひどいね dying from infections 感染症で死んでしまうリスクの上昇に直面するんだよってことになっているわけですうーん怖いはい3いちゃおうかなと思ったけどちょっと1回こうやって切ってくね